さあ今週はスイーツカフェリザーブシート、バニラビーンズのレナさんとリサさんをお迎えいたします。スイーツレシピのコーナーも一緒にお届けしますね。今日もどうぞごゆっくりお付き合いください。スイーツカフェリザーブシート、ここでは私西本よし子がスイーツをご用意して素敵なゲストをおもてなしするスイーツカフェリザーブシートのコーナーをお送りします。今週お招きしたのはバニラビーンズのお二人です。こんにちは。こんにちは。自己紹介後でいただくんですが、ちょびっとだけどんな方たちなのか、はい、うちのリスナーにご紹介してもいいですか。はい、バニラビーンズは北欧カルチャーを情報発信するマルチドメインブランドフラワーレーベルと徳間ジャパンコミュニケーションズが送り出す次世代のアイドルです。はい、多岐にわたり活躍するクリエイターが参画するフラワーレーベルが送り出すバニラビーンズはキノコ頭担当のレナさんと、はい、外羽頭担当のリサさんのお二人からなる、清楚でイノセントな雰囲気を持つ女の子デュオですということで、なんかちょっと可愛い紹介なんですけど、じゃあ自己紹介というか、二人のご紹介をお願いします。皆さんこんにちは。北欧の風に乗ってやってまいりました、清楚でイノセンスな雰囲気を持つ女の子のユニットバニラビーンズです。私バニラビーンズのキノコ頭担当レナです。趣味はアイドル研究、愛読書はアイドル雑誌、今一押しの女の子は AKB48 の笠井智美ちゃんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではリサちゃん。はい、バニラビーンズの外羽頭担当リサです。趣味は海外旅行とお買い物で、好きな飲み物はカレーとシャンパンと赤ワインです。よろしくお願いします。カレー飲み物。はい、カレーは飲み物です。はい、あ、そうか、それで今日のお昼もカレーが大好きなんですよ。カレーだったんですね。うん、何カレーが好きなの。一番好きなのは、インドカレーのお店で出てくる、ちょっと濃いめのココナッツ系を使った、カレーが好きです。なるほどね。そう、ヨーロピアンカレーとかね、タイカレーとかいろいろありますけど、やっぱりインド風のが好きですね。ちょっとこってりした感じ、なんで食べる。あー、おいしいね。なるほど、はい、まあそんなグルメなリサちゃんですけど、まずレナちゃんは、はい、今アイドル研究とか、はい、アイドル雑誌読んだりするのが好きとかね、おっしゃってましたけれども、はい、一押しが笠井智美ちゃん、はい、AKB48 のご存知ですか。いや、ごめんなさいね。上の2人しか頼む。12位でしたね、総選挙では。でもギリギリ選抜メンバーに選ばれて、ホッとしてます。12位までに選ばれると、はい、次のシングル の、あのボーカルっていうんですか、あの歌も、メインボーカルに、メインボーカルもできて、はい、CD のジャケットにも入って、テレビにも出れるっていう、なるほどね。あのさ、レナちゃん、リサちゃんがもうアイドル な感じ、私から見ればね、可愛、はい、いアイドルなのに、でもやっぱ可愛い女の子が好きなんだ。好きです。なんかまた別なんですよね、自分の仕事と。そうかそうか、自分は自分で置いといて、はい、で趣味、趣味なんだ。娯楽です、私は。そうなのね。何か、かわいい子見てるのがやっぱ楽しいっていう感じなんですか。なるほどね。あと他に趣味とかはあるの。趣味ですか。それがもうなんだろうな、あ、でも私、炊飯器でホットケーキ作ったりします。意外とうまくいくでしょ。そうですよね、あれ温度が一定だから。なんで薄くなくて、ちょっとふっくらと、ね、ケーキみたいな、シフォンケーキみたいなものが作れて、あと粉にちゃんとなんか味、ココアとか入れたらココアケーキみたいになったりするんで。お料理するんですね。します。素敵です。庶民なんでね、庶民担当なんで、炊飯器とかで節約料理を頑張ってます。なるほどね、アイデア料理でもいいことですね。はい、庶民担当なんでと今レナちゃんおっしゃったんですけど、リサちゃんはなんか聞くところによると、セレブのお嬢様で。いや、普通ですね。本当に。え、普通。え、例えばじゃあ、今年のお正月は何してた。今年のお正月は、家族でニースとモナコに行ってきました。ニースとモナコに行ったの。ゴールデンウィークは。ゴールデンウィークは、お仕事してました。お仕事だ、はい、リサちゃんね、普通の庶民はね、ニースとかモナコとかね、聞いたことあるけど行ったことがないっていう人で。でも誰でも行けますよ、飛行機乗れば。まあ、そうなんですけど、パリで乗り換えちゃえば。じゃあちなみに飛行機はどの辺の位置に座るの。どの辺の前の方か上の方か
でしょ、前か上かですか、でしょうね前か上普通ね真ん中か後ろに座るのね、エコノミーっていう席そうなんだ、おかしいね、なんかそう、でもちょっとなんか嫌味な感じがしないのがいいね、すみません、なるほどね、はい、2人を見かけるのって私はテレビのコマーシャルとかでも見てるんですけども、はい、あれはうちの番組で言っちゃっても大丈夫なんだけど、何のコマーシャルなんだっけ、ロート製薬さんのリフレア D&D という脇の制汗剤の、うんうん、制汗剤なんだよね、はい、シューってやつじゃなくてこうクリクリするやつ、はい、直塗りタイプなんだ、はい、しっかり汗がやっぱり収まる感じで、はい、うん、コマーシャルとか楽しかったですか、撮影は。いや撮影は、うん、やっぱり普段の撮影とはやっぱり違くて、人がたくさんいるんですよ、うん、いろんな方がいっぱい来てて、代理店さんとかスポンサー様とか、うんうん、ね、たくさんいらしてて、うんうんうん、めちゃめちゃ緊張しました。あ、そう、頭真っ白になっちゃって、もうやばい、でもバッチリ2人の振りも決まってて、はい、相当練習したんですか。しましたね。ああいうのってやっぱり振り付け師とかいるの。そうです、いるんだ、うん、その腕の上げる角度とかさ、あ、言われるとか、ね、だもんね、はい、あれはじゃあもう自分たちでもちゃんと合わせてお稽古してっていう感じ、はいはい、うん、何時間ぐらいかかるんですか撮影は。撮影でも1日ぐらいかかりますよね。丸々1日かかった、はい、もう、まあ、普通だったらね、もう汗わきもびっしょりみたいな感じだけど、うん、そこは大丈夫だったんでね、はい、匂わなかった、匂わない、汗をかいても匂わない、はい、面白い、はい、なるほど、はい、さあそれでは早速ですけれど、まず1曲聴いていただきましょうか、はい、アルバムがこれはいつリリースされたんですか。5月19日に発売いたしました、はい、これ何枚目、結構出してるんだよね。そうですね、うん、アルバム、ミニアルバムは2枚目、2枚目か、はい、2枚目ですね、はい、アルバムタイトルがデフ&デフ、デフ&デフ、はいはい、どういう意味なの。デフ&デフはちょっとかっこいい、うん、かっこいいっていう意味で、デフっていうのはスラングで、かっこいいって意味なんですよ、うん、イケてるみたいな。じゃあデフジャムレーベルもイケてるレーベルってことなのかな、うん、多分そのデフだったりするんですかね。なるほどね、うん、そっかそっか、はい、それではそのデフ&デフの中から、はい、曲をじゃあまずじゃあレナちゃんに紹介してもらおうかな、はいはい、それでは聴いてください、バニラビーンズで D&D。スイーツカフェ、さあ今日のスイーツカフェリザーブシートはバニラビーンズのレナさんとリサさんに来ていただいています。再びよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2人のデビューって2007年の10月だったんだね、はい、3年前ってことですよね、はいはい、その時はじゃあまだティーン10代で、そうですね、まあギリ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 な感じティーンです、ティーンいいですね、響きが、まあ、今も可愛い若いお嬢様なんですけれども、はい、レナちゃんがキノコ頭担当って言ってたけど、まあ、2人のコマーシャル見ていただければ分かりますけど、はいはい、大体このスタンス左側がレナちゃんでリサちゃんが右側だよね、はい、じゃあ左側にいらっしゃる、まあ、マッシュルームカットのお嬢さんがレナさんで、リサちゃんが、肩ぐらいの髪だけどちょっと外側に髪が跳ねているので、はい、外跳ね担当っていうふうにね、はい、おっしゃったんですけど、ちょっと茶っぽい髪で可愛い。で、衣装も今はその白いワンピースにちょっとブルーのラインが入ってる、はいね、これ私服ですね、可愛い感じで、はい、私服だぞ、二人お揃いのね、はい、仲良しのね、はいはい、そして白いブーツで、はい、なかなか可愛いんですけど、まあ、私服とはおっしゃいますけど、はい、普段あれ、やっぱりちょっと違うのも着てみたりすることもあるでしょ。最近よく古着着ます。あ、そうなの。これ怒られるかな。レナちゃんちょっと古着着たりして、リソちゃんはどこのブランドが好きなの。私は、うん、フィリップリムとかが好きです。フィリップリム、どこの。アレキサンダーワンとか、あーモードな、うんうんうん、モードな感じの着るんだ、はい、某巨大百貨店でよく買い物してます。新宿あたりにある、はい、なるほど、なんかVIPでなんか外商の人がついて歩いてるっていう話ですけど、でも結構めんどくさいんですよ。それもそうなの、欲しいものがない時とかってフラッと見たい時とかってちょっとめんどくさい。じゃ飛んできちゃうんだもんね、うん、でもあ、なんかリサさん見えてるみたいなことで飛んでもし変装していくしかないね、うん、じゃさっと横の方からちょっと入って大変だね、はい、お嬢もね。なるほど。さあお嬢たち、お嬢たち、はい、はいはい、私はこの番組のタイトルがスイーツカフェと言いまして、はいはい、スイーツを私が作ってゲストをおもてなししているんです、はい。